今日は11月の28日です。本州は気温も下がって寒くなってきているところでしょうか。でも石垣島は冬でもシュノーケル楽しめます。冬の水中世界の様子をご紹介します。サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。天気は晴れ、穏やかな海となりました。そうなればすっきり青空の登場です。ご参加は2名様です。ご滞在中2回目、おかわりでシュノーケルとなりました。冬のツアーの特徴としては透明度がとても高くなります。そうなれば周りを見渡せばどこまでも続くクリアブルーの海、そして空を飛んでいる気分で楽しめます。よくあるご質問の一つ、夏の方が魚は多いと聞かれる時がありますが、ほら見てください。年間を通してお魚さんのボリュームは大きく変わりません。例えば赤ひめじ、黄色のお魚さん、夏でも冬でも季節に変わりなくいつもの場所にいっぱいです。そしてサンゴの下を覗き込めばいつも通りにお魚さんいっぱいです。現在の水温は25度前後です。ウェットスーツを着用すれば暖かく快適シュノーケル、寒くなく快適に楽しめます。そして水中の透明度が高くなればサンゴとお魚さんとっても綺麗です。サンゴ礁の海からは年末年始を含め年中ツアーを開催しています。冬こそおすすめしたいのはやはり海、シュノーケルです。これから冬休み、少人数ツアーはすぐに満員になりやすいです。お早めのご予約をおすすめします。